つくばエクスプレス車内案内表示器旧タイプ@2022年12月11日ということでお送りいたします。今回の動画は車内案内表示器マニア、あるいは車内案内表示器フェチという人しか需要がないような気がします。私はマニアやフェチというほどではありませんが、嫌いじゃないですね。それとこういうものって更新のたびにどんどんなくなっていってしまって、誰かが記録に残さないといけないんじゃないかなと思いました。ということで、よろしかったらご覧くださいまし。まず画像表示タイプで言うと、こちらは車両更新後の液晶ディスプレイタイプのものです。2019年2月から LCD タイプに順次交換されていきました。そして旧タイプはこちらです。 LED によるスクロール方式となっています。緑、オレンジ、そして赤が表示できるようになっています。それでは動作している様子をご覧ください。反対側のドアに付けられているのが路線図方式のものです。そしてこれは更新されたものです。こちらは旧タイプのものです。あれ、何が違うのと思われるかもしれませんが、目ん玉かっぽじってよーく見てみてください。旧タイプはここと、それからここと、最後にこことにシールが貼ってあります。シールが貼ってあるということは、車両製造時から何らかの変更があったからです。ではその変更は何なのか見ていくことにしましょう。まずは都営新宿線岩本町駅のシールから。秋葉原駅と岩本町駅はもともとは乗り換え接続駅ではなかったんですが、2013年3月に乗り換え駅に指定されました。次に東武スカイツリーライン伊勢崎線のシールです。東京スカイツリーは2012年2月29日に開業。時を同じくして3月からは東武スカイツリーラインという名称を使うようになりました。最後が東武アーバンパークラインのシールです。東武野田線は2014年4月から東武アーバンパークラインという名称を使うようになりました。皆様ご存知のように、アーバンという駅もパークという駅もありません。こんなことしちゃったんだから、もう恥も外聞もなく、どこぞの駅をアーバン駅、それとパーク駅というふうに解消してはどうでしょうか。最後に自慢を一つ、私これ持ってまーす。ほらね、じゃあ
どうして手に入れたかっていうと、2021年11月に行われた TX 大型鉄道部品販売会の抽選に応募したら当たっちゃったんですよ。まあ路線図表示器を購入して何か使い道があるかというと何もないんですけどね、時々こうやって眺めて楽しんでいます。将来的には点灯できたらいいかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。